立ち食いし列伝は、押井守による日本の小説作品、映画作品。角川書店のライトノベル雑誌、ザ・スニーカーにて、2000年12月号、および2001年8月号から2003年6月号に、かけて連載された。単行本は角川書店より2004年2月に、出版されている。小説だが、気象転結のある物語ではなく、戦後から現代に至り、 日本に存在したとされる立ち食い史に関する資料、伝承などをまとめ、その実態に迫らんとする研究書であるという設定で書かれている。表紙及び差し絵として挿入される写真に、おしいの知人であるアニメ生産業界の人間が登場している。書籍情報、ISBN40 億4873万5160、おしい守る自らの手により、 アニメ映画化され2006年に公開された、スタジオジブリ短編映画、ジュディ・ジェディとコラボ上映。5月27日初日舞台挨拶では、中田康隆、桃瀬義行、押井守それぞれの直筆サイン入りグッズを抽選でプレゼント。登場人物に扮する役者をデジタルカメラで撮影し、それを 3DCG の人形に貼り付けて動かすという、かつての ミニパトを彷彿とさせるペープサート状アニメーションで制作するという手法が取られ、スーパーライブメーションと命名されている。その技術を駆使し、アニメーションと実写の新たな融合に挑んだ。石川光久が、もし、イノセンスが、カンヌ国際映画祭で賞を取れなかったら、おしいさんに、好きな映画を一本取らせると言ったのがこの映画を作る、契機になったという話もある。 メインの登場人物は小説立ち食いし列伝でキャラクターのモデルとなっていたのと同じ人物が演じる形となっており、さらに役者のすべてがおしいの知人である。これは制作予算を抑えるのと同時におし曰く今まで自分が仕事を通じて関わってきた人々をこの映画で記録として残したい。それに知っている人間じゃないと、 CG でいじくる時につまらないという話である。女立ち食いし列伝ケツネコロッケのお銀。パレスチナ首都編隊は本作のスピンオフ作品。もともとは特馬書店の月刊コミック流奏刊号 DVD 付録に収録されたものであったが、2006年12月に単品販売もされている。こちらは通常の実写作品である。伝説の立ち食いし。 ケツネコロッケのお議員の目撃情報を確かめるべく、フリーのルポライターをつかぎち男は単身パレスチナへ向かう。そこでぎち男が見たものは、2007年11月に日本で公開されたオムニバス映画、六本のオムニバスからなり、それぞれの監督及び主演は以下の通り、別っ雨のゆりから監督、押井守主演、きしみゆり子、バーボンのミキから監督、 辻本孝則主演、水野美紀、学食のマブから監督、神山健治主演、安藤浅吹、氷いちごの美から監督、湯浅博明主演、藤田洋子、クレープのマミから監督、神山琴主演、小倉優子、ケンタッキーの雛子から監督、押井守主演、佐伯雛子。ありがとうございます。